2日間お休みをされてリフレッシュできたかと思いますが、やはり配信したいという気持ちはまたすごく湧いてませんか？配信したいは毎日思ってる。なんか今週のように自分がやりたい時にやるみたいな感じが一番ベストだなっては思ってる。グランピングに行って思ったことが、私って気づかない間にすごいストレス溜めて疲れてたんだなって思ったの。なんかそういうのが実感できて、無理してるつもりはなかったけど、リフレッシュしたことによって、私って実は疲れが溜まってたんだなって思って、自然の中で眠るってこんなに気持ちいいものなのかって思った。あら、ラプいる？あ、お誕生日おめでとう。我が輩も連れてって連れてくよ。っていうかさ、ラプラスと一緒にご飯行こうっていう話をしてるの。でもさ、お互いのタイミングが合わなくて連絡が滞るっていうねまあ来週ちょっとラプに会うから、その日にね決めたいと思います。はい、古くからのね仲ですから我々。お誕生日祝いは2人でちょっとやろうぜ。ラプかわいいな。グランピング連れてくわ、ラプラスを。でもラプラス焚き火とか絶対起こせなそうだから、私が全部やることになるでしょ我が輩もやりたいって言うけど絶対できないじゃんピアン、バカ、変態、うるさい、知らない、もう知らない、知らないド M だね。 You are 変態、バカ、変態、うるさい、もう知らない、もう知らない、ピアン